曲の集結部によく用いられる4世の属13和音の西部連結。プレイ作曲において西部連結ボイスリーディングとは、それぞれの音を滑らかで調和した形で音楽的に並べることであらゆるボイシングにおいて用いられる。2つの3和音をつなぐ際の西部連結の例。プレイ西部連結とは同時に動くパート、または西部の連続する。 音高同士の結びつきである。例えば、基本形の C3 和音から同じ最低音を持つ展開形の F 和音に進むとき、最高音が G から A に上行するのと同時に、真ん中のセ部ブは E から F へと上行する。これが、これらのセ部ブを導く方法だからである。連続する2つの和音を分けて考える代わりに、それぞれのセ部ブの音の水平的な連続性に焦点を合わせる。 バロック、バッハ風の火星で編曲する場合においては、オクターブ、5度、ユニゾンをなす声部の平行は避けられる。しかしながら、ポピュラー音楽やジャズ音楽では、オクターブで平行する声部がしばしば用いられる。優しい声部連結への配慮は、しばしば順次進行の多様をもたらし、全音階的な機能性、ダイアターニックファンクシャナラティを促進するか、置き換えるだろう。 対法による伝統的な西洋音楽における西部連結は一般的に典型的な対法の規則や様式に由来している。もし西部連結ができる限り少ない西部をできる限り狭い音程で進行させ、従ってしばしば共通音を保留させる最短コースの法則ザルオーブザショーテストウェイに従うなら西部連結はケチだと評されるかもしれない。判決の または回り道をする西ブ連結は二つの共通音の保留を避けるトリコルド間の西ブ連結であり、従って異なる音向に進行するためには少なくとも二つの起爆西ブを必要とする。我々が何らかの音響を耳にするとき、そこに旋律の流れが知覚されれば、その旋律の流れをオトミクアンオーディトリーストリームという。このオトク化の原理を使って、 大方音楽の音響心理学的な基礎を示そうという試みがなされている。いくつかの音楽の特質、つまり音色、立ち上がり及び減衰繊維、そしてテンポといったものはしばしば作曲家により正確に指定されないし、演奏者によるコントロールもされていないものと考えられる。原理の一例は、旋律の反復が早く演奏されるほど、 その反復を二つの音脈に分離させるのに必要な音程は狭くなるというものだ。二つの交代音通アルターネティングトーンズは一貫性、役割、またはマスキング等の様々な音脈化の効果を生み出すだろう。フックスが述べる第一類における四つの基本的なセーブ連結は次の通り。ある完全共和音程から別の音程へは反行。 または遮光すること。完全共和音程から不完全共和音程へは、平行、反行、または遮光すること。不完全共和音程から完全共和音程へは、反行、または遮光すること。ある不完全共和音程から別の音程へは、反行、平行、平行、または遮光すること。ありがとうございます。